オハイオ州にあるホープウェル文化の大遺跡の一つ、マウンドシティ遺跡の中心部ジョージア州にあるミシシッピ文化の大センター、エトワーのマウンドビーキンケイチャコキャニオンにあるプエブロボニート遺跡、チャコ文化国立歴史公園として世界遺産になっている。戦士時代の北米大陸では、戦士時代の北アメリカ大陸の諸文化について、その概略を説明する。 戦史時代の北アメリカ大陸では、アデナ文化、ホープウェル文化、ミシシッピ文化が繁栄し、高いものは20メートル近い神殿や墓に使用した、マウンドを築いた。詳細は、アデナ文化を参照アデナ文化の遺跡は、オハイオ州南部を中心に、インディアナ州のオハイオ州との隣接地、ケンタッキー州北部、ペンシルベニア州の南西部、ウェストバージニア州の北西部に分布しており、 アデナ文化出現期に、後のホープウェル文化をはじめとする、ウッドランド文化の先駆となる、ウッドランド式土器や、紛球墓、トウモロコシ農耕のすべてが出揃っている。ホープウェル文化期には、太陽や月をはじめとする天体の運行を意識した、幾何学系のマウンドが築かれた。オハイオ州に所在するマウンドシティ遺跡は、当該文化期の大遺跡として知られる。 ミシシッピ文化期になると、セントルイス郊外にあるカホキアやジョージア州へとは、アラバマ州、マウンドビルなどに、主張性国家の首都と目されるような巨大なマウンド群が築かれた。また、ミシシッピ文化期は、オハイオ州のサーペントマウンドに見られるように蛇や獣、鳥など、動物の姿をかたどって土を盛り上げた、継承噴も、盛んに作られたことでも知られる。詳細は、 ホートエンシェント文化を参照北米、オハイオ州を中心に、ケンタッキー州東部、ウェストバージニア州西部に、紀元900年から1550年頃まで繁栄し、1750年頃まで細々と続いた文化である。生業の基盤は、トウモロコシ、豆類、カボチャなどの農耕が中心であり、ひまわりや赤坂のキナパッド、その他狩猟採集を行っていたことが分かっている。一方、 アメリカ南西部には12から13世紀頃に前世を迎えたプエブロ文化による牙という儀式空間を持つ町々が作られメソベルデやチャコキャニオンなどの世界遺産に登録されるほどの壮大なものも見られた。ありがとうございます。